皆さん、こんにちは。夏美です。今日のクラスは体のトータルケアというのをテーマに始めていきたいと思います。ちょっと準備体操的な動きが入っていきますので、お水をまだ取ってない方は動画を一時停止して、お水をしっかりと取っていきましょう。お水がしっかりと取れたら呼吸から入っていきます。 足をクロスした形で座っていきましょう。膝をなるべく外に広げて、土台を大きく上半身安定させていきます。両手は膝の上、優しく目を閉じ、まずは姿勢を整えていきましょう。背骨は自然なカーブを描き、上にスッと伸びていきます。 背骨の延長線上に頭がちょこんと乗っかっている。そんなイメージです。肩甲骨同士を軽く寄せ合い、肩の力を抜きましょう。顎はマットに対して平行。鼻の呼吸に意識を向けていきます。 それでは、吐く息をしっかりと吐き切っていきましょう。自然な呼吸に戻ります。では、ゆっくりと目を開いていきましょう。両足を伸ばして長座になります。 両手はお尻の後ろ、4本の指先は後ろに向けて手のひらマットの上で。お尻に置くの体重かけてください。手のひらに体重かけすぎないように気をつけましょう。足首を動かしていきます。両足のつま先を上、床に対して足の甲が垂直。息を吐きながら両足の甲を前に倒す。吸う息で両つま先右側から回し上げて、 吐いて両つま先左側から回し下ろせ。吸って両つま先右側から回し上げて。吐いて両つま先左側から回し下ろせ。吸って両つま先右側から回し上げて。吐いて両つま先左側から回し下ろせ。つま先力抜く。吸って両つま先右側から上。吐いて両つま先左側から下。吸って上。 吐いて下。足の甲が伸びたら反対。吸い気で両つま先左側から回し上げて。吐いて両つま先右側から回し下ろせ。吸って両つま先左側から回し上げて。吐いて両つま先右側から回し下ろせ。吸って両つま先左側から上。吐いて両つま先右側から下。吸って上。 吐いて下、つま先力抜く。吸って上。吐いて下、足の甲が伸びきったら吸い気で両つま先を上。吐いて脱力。両足のつま先、外側に自然と倒れて脱力です。優しく目を閉じ、両足の足首に意識を向けていきましょう。 それでは、上体を起こし、右の膝を曲げていきましょう。右足の甲を左手で持って、その右足の甲を左太ももの付け根のところに置いていきます。左手は右つま先、右手は右膝の下、骨盤立てて背骨をまっすぐと、吸い息で右膝、右胸に近づけ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。 吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す。吸って右膝右胸に近づけ腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す。吸って右膝右胸に近づけ腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す。吸って引き寄せ。 吐いて押し下げる。吸って息寄せ。吐いて押し下げる。吸って息寄せ。吐いて押し下げる。右膝が下に降りたら、右膝丁寧に伸ばしていきましょう。反対、左の膝を曲げて。 左足のつま先、右手で持ったら、左足の甲を右太ももの付け根の上に置いていきます。右手は左つま先。左手は右膝の。左手は左膝の下に軽くさいてください。骨盤立てて背骨まっすぐ。吸う息で左膝、左胸に近づけ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。 吸って左膝左胸に近づけ腕の力を借りてぐっと引き寄せる。吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。吸って左膝左胸に近づけ腕の力を借りてぐっと引き寄せる。吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。吸って引き寄せ。吐いて押し下げる。 吸って引き寄せ、吐いて押し下げる。吸って引き寄せ、吐いて押し下げます。左膝を丁寧に伸ばし、両手はお尻の後ろ、4本の指先後ろに向けて、体重をお尻にかけて脱力。軽く目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。 両足の股関節に意識を向けていきますそれでは、上体を起こしていきましょうマットの位置を確認します背中後ろに倒していくのでスペースがきちんと空いているか確認してください ゆっくりと背中を倒していきます腕を下げて手のひら上向きに今から股関節をさらに動かしていきます足幅をマット幅ほど広げ両膝を曲げていきましょうしっかりと 両手は外側から足首を掴んでいきます。なるべく両膝開いてください。呼吸は自然です。右膝を内側に入れていきましょう。右膝の内側とマットをぐーっと近づけていきます。前太ももが伸びていくのがわかると思います。次の水域で右膝元に戻しましょう。 息を吐きながら左膝内側に入れて膝の内側とマットをぐーっと近づけていくあとは自然呼吸です左足の前太ももが伸びているのがわかると思います吸い息で左膝を元に戻す吐きながら右膝内側に入れて膝とマットを近づける 右足の前太ももをぐーっと伸ばしていきましょう。次の吸う息で右膝元に戻して。次の吐く息で左膝を内側に入れて、膝とマットを近づけていく。吐き切ったら自然呼吸です。左足の前太ももをぐーっと伸ばしていきましょう。吸う息で左膝を元に戻して。 吐きながら右膝内側に入れて膝とマットを近づけていきます。前太ももがぐーって伸びているのがわかると思います。どうでしょう吸い気で右膝元に戻して吐きながら左膝内側に入れて膝とマットを近づけていく。 気持ちよく前太ももが伸びるところまでで大丈夫です。吸い息で左膝を元に戻して、吐きながら右膝内側に入れて、膝とマットを近づけていく。右足の前太ももが気持ちよく伸びているところまで、吸って右膝元に戻して、 吐いて左膝内側に入れて膝とマットを近づけていく。前太ももが気持ちよく伸びるところまで。吸って戻して。吐いて右膝内側に入れて膝とマットを近づけていく。前太ももが気持ちよく伸びるところまで下げていきましょう。自然呼吸でキープします。 次の水域で右膝元に戻して、吐きながら左膝内側に入れて膝とマットを近づけていく。吐き切ったら自然呼吸でキープしましょう。 うい気で元に戻していきましょう。両手を下げてお尻の位置を整え足を閉じていきます。片足ずつ丁寧に伸ばして両足脱力。前太ももの張りが少し取れたのかなって思うんですけれど皆さんはどうでしょう座りっぱなし、立ちっぱなしで前太ももは自分の思ってる以上に張っているのでしっかりとほぐしていきましょう。 それでは、足開いている方は閉じます。右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手は右足を抱えてください。腕の力を借りて、右膝と右胸をぐーっと近づけていきます。あとは自然呼吸です。右足のお尻から太ももにかけての筋肉を伸ばし、 股関節に少し圧迫をさせながらマッサージしていきます。腕の力は借りてますが、肩はリラックスです。 それでは両手を緩めて、右足をまっすぐと上に向かって伸ばしましょう。床に対して垂直。両手は太ももの後ろで指と指を組んで、その両手のひらに足の重さを預けます。まずは膝の裏を伸ばしていきましょう。右足のつま先内側に倒れていないか確認です。意外と足首がね、倒れてしまっている方、 曲がってしまっている方がいるので、つま先まっすぐ。余裕があれば、足首曲げて、かかとを上に押し上げていく。太ももに力を入れて、膝の裏を伸ばしましょう。さらに余裕があれば、右足を体の方に引き寄せて、両手は太ももの後ろからふくらはぎの後ろへ行きましょう。 膝の裏をしっかりと伸ばしてから体の方に引き寄せていき余裕があれば右の足首を曲げてかかとを上に押し上げていきます膝の裏をしっかりと伸ばしてください結構強めのストレッチがねかかってくると思います足首緩めて右足を緩め両手を離したら 右膝曲げてマットの上に下ろしていきましょう。脱力。今度は左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら腕の力で膝と胸をぐーっと近づけていく。腕の力わかりますが、両肩はリラックスです。 左足のお尻から太ももの後ろにかけてを伸ばし、左の股関節は程よく圧がかかっていますが、これでしっかりとマッサージしていきます。それでは、両手を緩めて、左足をまっすぐと上に向かって伸ばしましょう。 両手は左太ももの後ろで指と指を組んで、その両手のひらに左足の重さを預けてください。まずは膝をまっすぐと伸ばし、床に対して足を垂直にします。左足のつま先内側に倒れていないか確認し、まっすぐにしましょう。膝を伸ばし、足首を曲げて、かかとを上に押し上げていく。呼吸は自然です。 さらにいける方は、左足を体の方に引き寄せていく。両手は太ももの後ろからふくらはぎの後ろへ。まずは膝の裏を伸ばす。膝の裏を伸ばすだけの筋力が必要です。柔軟性も必要です。どっちに偏ることなく、どちらもバランスですので、バランス保っていきましょう。 左膝の裏をしっかりと伸ばしてから、足首を曲げて、かかとを上に押し上げていきます。<laughs> 結構強めなストレッチがかかりますので、できるところまでにしておきましょう。膝を伸ばして、かかとを上に押し上げていくです。なるべく膝を伸ばしてください。柔軟性と筋力のバランスが大事です。 では、両手を緩めて、足を下ろしていきましょう。体の位置を整えて、左足丁寧に伸ばし、腕を下げますが、手のひら上に向けて、両肩はリラックスです。呼吸整えていきましょう。 それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足開いている方は両足を閉じて、両膝をしっかりと曲げていき、お尻を持ち上げ腰下げます。両膝を外側へ倒し、足の裏と裏合わせていきましょう。かかととお尻をなるべく近づけてください。そしたらこの両膝を上下に細かく早く動かしていきましょう。 両膝を上下に動かしていく。少しリズミカルに動かしてください股関節がカチカチに固まっていてもダメだし伸びきってしまっていてもダメです筋肉は伸びたり縮んだりするという性質を持ちますので両膝を上下に細かく速く動かしていく 股関節を伸ばしたり縮めたりしていきましょうそれでは動きを止めて両膝をゆっくりと内側に入れていきましょう お尻を持ち上げ腰下げて、足は丁寧に片方ずつ伸ばしていきます。脱力です。 それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足が開きすぎている方は閉じていきます。両膝をしっかりと曲げていきましょう。両手は頭の後ろで指と指を組んで、両肩二の腕両肘すべてマットの上に下ろしていきます。 かかととお尻をなるべく近づけて両足を揃えていきましょう。つま先かかと、膝、太ももすべてくっつけていきます。そしたら体少しねじってストレッチしていきましょう。両膝を右へ倒して、顔の向きは左、ねじります。左の骨盤を右側にぐーっと倒して、上の足で下の足を押す。 吸う息で膝と顔が正面。吐きながら両膝左、顔は右、ねじります。右の骨盤左にぐーっと倒していきましょう。吸う息で膝と顔が正面。吐きながら両膝右、顔は左、ねじります。上の足で下の足を押す。 吸って、膝と顔が正面。吐いて、両膝左、顔を右、ねじります。太ももが離れないように、膝がずれないようにしっかりと倒していきましょう。吸って、正面、足が離れないように真ん中に持ってきてください。吐いて、両膝右、顔左、ねじります。上の足で下の足を吸う。 吸って膝と顔が正面吐いて両膝左顔を右ねじりますなるべく膝がずれないようにしていきましょう吸って膝と顔が正面吐いて両膝右顔左ねじります押す力と伸ばす力が大事です 吸って正面、吐いて両膝左、顔は右ねじります。吸って膝と顔が正面、吐いて両膝右、顔は左ねじります。腰引いたらここでキープしましょう。上回しで下回しを押しキープです。 それでは、スープで膝を刺しましょう吐きながら、両膝左、側は右、ねじります。上の足で下の足を押す。息を吐き切ったら、自然呼吸でキープしましょう。 それでは吸う息で膝と顔が正面。起きながら腕を下げていきましょう。両膝はそのままです。両膝と両胸近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組み、腕の力で太ももとお腹を近づけ、顎は軽く引いてください。腰の筋肉をぐーっと伸ばしていきましょう。 両膝左右に小さく倒し、背中を緩めていきます。 それでは真ん中で動きを止めて腕と足は皆さんのタイミングで下ろしていきましょう体の線を整えたら足を伸ばして両足のつま先外側へと自然と倒れて脱力です腕は下げますが手のひら上に向けて優しく目を閉じていきましょうゆっくり呼吸します それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両膝を曲げて、両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら腕の力を借りて、膝と胸を近づけていきましょう。背中はマットに対して平らにしてください。両膝を左右に小さく倒していきましょう。 背中をほぐしていきます。背骨の外側にある背中の筋肉をほぐしていきます。呼吸は自然です。しっかりと緩めていきましょう。 中で動きを止めて両手を離し膝を曲げた状態でマットの上です体の向きを右に倒して横向きにしましょう体を支えて上体をゆっくりと起こしていきます起きれたらあぐらの姿勢で座っていきましょう膝をなるべく外に広げて土台を大きく 上半身を安定させていきます。両手は膝の上、優しく目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。それでは、両手をマットの前に置いていきます。手のひらをしっかりと広げていきましょう。腕の筋肉を伸ばしていきます。 手のひらをしっかりと広げたら、右手の4本の指先を外側にくるんと回して、いけたら、右手の中指がお腹の方を向くようにして、手のひらマットの上に。反対も、左手の4本の指先を外側からくるんと回して、いけたら、左手の中指がお腹の方を向くように、手のひらマットの上です。指関節が曲がらないように、 手のひらをしっかりと広げましょう。親指もしっかりと広げて手のひらをマットの上にくっつけていきます。余裕があれば上からぐっと押さえつけている重心を背中を少し丸めながら重心を後ろに引いてみてください。腕の腹を伸ばしていきましょう。呼吸は自然です。体を少しずつ左右に 揺らしていってもいいかもしれないです。伸びるところが少し変わるかもしれません。腕の外側や腕の内側を伸ばしてみましょう。いけたら小さく体を左右に揺らすのもいいかなと思います。真ん中で動きを止めて両手をゆっくりと離していきましょう。手のひらを上に向けて指関節を曲げたり伸ばしたり 繰り返していきますそれではマットの上に立っていきましょう場所はどこでも大丈夫です肩と肩甲骨を動かしていきます右足を一歩後ろに引いてくださいそしたら右腕前から後ろに大きく動かしていきます お腹と肋骨の筋肉を伸ばしてみてください。腕がうまく回らない方は、お腹や肋骨の筋肉が硬くなっていて、腕が上がらないっていう場合も多くあります。なので、お腹と肋骨の筋肉をよく伸ばして、あと脇も広げていきましょう。右腕を大きく動かしていきます。伸びるつもりでね、 上にぐーっと伸びてお腹と肋骨脇を広げていきましょう。腕上げますが肩上げないように。腕が上がらない方は行けるところまで行きましょう。で来た道戻ります。そしたら今度後ろから前に。 背中の筋肉もしっかりと動かしてみてください腕は上げますが、肩は上げません後ろから前に大きく右腕を動かしていきましょうゆっくりで大丈夫ですが、ゆっくりすぎると力が入っちゃうのである程度リズムを作って回していきましょう 動きを止めたら反対いきます。今度は左足を軽く一歩後ろ引いて、左腕、前から後ろに大きく動かしていく。左側のお腹、肋骨、脇の下をしっかりと伸ばして広げていきましょう。腕が上がらなかったら無理してあげなくても大丈夫です。お腹と肋骨と脇の下をしっかりと広げて伸ばしてみてください。 息を吸いながら上に吐きながら下基本的に呼吸は自然ですけれど上にぐーっと伸びる時に息を吸ってあげた方が伸びやすくなります伸びているところ広げているところを意識してみてください 腕が下がりましたら反対いきましょう。今度左腕後ろから前に。背中側の筋肉もしっかりと動かしながら、左腕大きく動かしていきましょう。腕は上げていますが、肩上げないようにしてください。肩の力は抜いて腕を大きく動かしていきます。 それでは動きを止めて足を揃えて少し呼吸整えていきましょう目を閉じられる方は軽く目を閉じて体の感覚に意識を向けていきましょう肩が少し軽くなるような感覚もあるかもしれませんではゆっくりと目を開き足幅はだいたい腰幅程度に広げて腕を下げていきます 背筋を伸ばして、鼻から息を吸って、吐きながら頭右に傾けていきましょう。吐き切ったら自然呼吸です。左の首の側面伸ばしていきます。左手の中指を遠くの方に伸ばしてみてください。 左手の中指遠くの方に伸ばしていきましょう。腕が肩より前に来ないように気をつけてください。腕は真横にぐーっと伸ばしていき、斜め下に中指を引っ張っていきます。頭は右へ。左手は斜め下に伸ばしていきましょう。それでは左腕を緩めて、 頭をゆっくりと真ん中に戻していきます。次の吐く息で頭を左側に倒していきましょう。左真横、呼吸は自然です。右手の中指、遠くの方に伸ばしてみてください。頭は左へ。右手は斜め下に。呼吸は自然です。 右側面の筋肉を伸ばしていきます。それでは、右腕を下ろして、頭をゆっくりと真ん中に戻していきましょう。一息です。そしたら、両足、マットの前の方に立っていきましょう。 足を揃えて立っていきます。両腕を下げて手のひら正面に向けていきましょう。息を吸いながら両手頭の上、伸びます。頭の上で手のひら合わせたら、吐きながら両手広げてお尻を伸ばして前屈です。ゆっくり、吐き切ったら自然呼吸。両手はマットの上、 両足の10本の指の付け根に体重をぐーっとかけていきましょう。顎を引いて頭の頭頂部がマットの上です。マットの方向ですね。肘と肘を曲げて両肘をつかんでいきましょう。腕の力と頭の力を抜きます。腰が丸まらないように気をつけてください。 太ももの付け根から上半身折り曲げて、お尻をぐーっと伸ばしながら、上半身を倒していきます。内太ももをしっかりとくっつけて、足と足が離れないようにしてください。足が広がってしまうとバランスが崩れてしまいます。そしたら、骨盤は動かさず、 お腹の側面を伸ばしながら上半身を右側と左側に揺らしていきます。骨盤は動かさず、お腹の側面を伸ばしながら上半身を左右に動かしていきましょう。足の裏でしっかりと体を支え、両足の内太ももしっかりと合わせてバランスをとっていきましょう。 真ん中で動きを止めて、両手マットの上です。両膝を軽く曲げて、足を片方ずつ大きく後ろに引いていきましょう。そしたら両膝を曲げて、後ろ足のつま先を寝かせ、ゆっくりとうつ伏せになります。両手はお尻の隣、顔の向きどちらか横に向けて少し呼吸しましょう。リラックスです。 それでは、両足を閉じていきましょう。両手胸のところ、脇を締めてください。頭を上げて顔を正面に。そしたら、両足のつま先かかと、膝、太ももしっかりと合わせていきます。お尻の穴をきつく締めて、その状態で背筋使って上体を起こします。両手の力は使いません。 さらにいけそうであれば、両手でマットをグッと押して背骨を斜め上に伸ばしていきましょう。お尻の穴をしっかりと締めといてください。体の表側をぐーっと伸ばしていきます。下腹部、お腹、肋骨、胸あたりまで伸ばしていきましょう。お尻の穴をきつく締めないと腰が痛んでしまうので、お尻の穴をしっかりと締めて上体を起こします。 次の吐く息で肘を曲げてお腹と胸をマットに近づけ顎をマットにつけていきましょうそしたら両手でマットを押してすぐ腹筋お腹持ち上げていきます両太もも開いていたら閉じてかかととお尻を近づけていきましょう肩肘緩めておでこマットの上で先ほど使った腰周りの筋肉を今度伸ばしてストレッチしていきます 顎引いて背中を丸めながら上半身ゆっくり起こしていきましょう最後顔が正面で一呼吸ですそれでは皆さんこの後頭皮をほぐしていきます 肩から首までね、しっかりほぐしてあるから大丈夫かなって思うけど、もしね、すっごい痛かったりとかする場合は、お休み取ってください。チャイルドポーズでお休みです。では、頭の頭頂部をマットの上につけていきます。頭の頭頂部、意外とね、どこだろうって思う方いるので、確認してください。頭の頭頂です。そしたら、太ももの上にお腹をつけて、両手マットの上です。顎を引いてください。 頭の頭頂部をマットにつけていきます。お尻を持ち上げ、頭の頭頂部をマットに。膝の位置は動かして大丈夫です。両手で後頭部から首の後ろを触って、床に対してそれが垂直であるか確認しましょう。両手は頭の隣に。 床に対して後頭部と首が必ず垂直です。呼吸は自然です。頭が痛い方はチャイルドポーズでお休みしてください。必ず片手で後頭部から首にかけてを触って、そのラインが床に対して垂直であるかどうか確認しましょう。 頭の頭頂部をぐーっと視圧しながらほぐしていきます。それでは、かかとの上にお尻を預けて、おでこマットの上で脱力。顎を引いて背中を丸めながら状態を起こしていきます。最後、顔が正面、大きく一呼吸です。 それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。両手体の前に、手のひらと膝の位置を2、3歩前に歩かせ、足をクロスさせて、足の向こう側にお尻を置いたら両足を伸ばしていきます。長座です。腹筋使って背中をゆっくりと後ろに倒していきましょう。体の背をまっすぐにしていきます。 右の膝を曲げて、右足のつま先左膝の上、左手は右膝の上に置き、右腕は横に大きく広げていきます。手のひら上に。息を吐きながら右膝、左側へと倒していきましょう。息吐き切ったら自然呼吸です。右のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら膝の角度を変えていき、 右と左の肋骨をねじりながらさらに膝の角度を変えていきます。左手は右の骨盤太もも膝の上、どこに置いてもいいですが骨盤下を固定しましょう。右胸と右肩を開き、右の脇を広げて右肘伸ばしていきましょう。あとは自然呼吸です。 深くねじっていますので、しっかりと吸い息と吐く息丁寧に呼吸してください。 お腹と腰はねじっていませんか大丈夫ですかお腹と腰はねじりません。ねじる場所は肋骨です。お腹と腰をねじってしまうと、キープする時間が長くはできませんので、まあ、そもそもねじるところはお腹と腰ではないので、ねじるところは肋骨です。 腰を痛めてしまう原因にもなるので、必ず右と左の肋骨をしっかりとねじっているか確認してください。おへその向きは斜め下です。上に向いていたり、真横に向いていたりしたら、しっかりとおへその向きを斜め下に向けてください。で、右の手のひら上です。 腕の筋肉がねじれている方は手のひらが下を向きやすいので脇を広げて肘を伸ばして右手のひらは上に。あとは自然呼吸です。それでは右膝をゆっくりと元に戻していきましょう。腕と足は皆さんのタイミングで下ろしてください。反対行きましょう。 左の膝を曲げて、左足のつま先を右膝の上に置く。右手は左膝の上。左腕は真横に広げて手のひら上に。息を吐きながら左膝を右へ倒していきます。左のお尻と腰と背中を伸ばしながら膝の角度を変えて、右と左の肋骨をねじりながらさらに膝の角度を変えていきます。 なるべく左膝が床につくまで倒していきましょう。右手は左の骨盤太もも膝の上どこに置いてもいいです。骨盤下を固定する。左の胸と肩を開き、左の脇を広げて左肘を伸ばして手のひら上に。ねじるところは右と左の肋骨です。あとゆっくり呼吸しましょう。 でかなり深くね、ねじりを加えているので、吸い息と吐く息丁寧に呼吸してみてください。 脳から直接脊髄神経が背骨に通っていますので、背骨が硬いということは、自律神経の乱れも起こりやすいというふうに考えることができます。背骨を柔軟に動かすためには、背骨周辺にある筋肉の柔軟性も必要になってくるし、体の表側、お腹とか胸とかね、そういうところの柔軟性も必要になっていきます。 座りっぱなし、立ちっぱなし、姿勢が崩れている体幹が歪んでいる方は、どうしても背骨周辺の筋肉が硬くなりやすく、体の表側の筋肉も縮まりやすくなっているので、しっかりと整えていきましょう。重力があるから、体は歪んでいるっていうふうに考えるのが普通なんですけれども、それに、 気づいているか気づいていないかというのはすごく重要になっていきます。どこがどういうふうに歪んでいるのか動きの中できちんと確認してみてください。歪んでいることが悪いのではなくて、どこがどういうふうに歪んでいるのか、そういうところに気づきがあるかないかっていうところが重要になっていきます。では、ゆっくりと左膝を戻し、 腕は下げましょう。両膝は曲げてください。お尻の位置を整えて、膝と胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。腕の力を借りて、太ももとお腹をぐーっと近づけ、顎を引いて背中を平らにしましょう。腰の筋肉をぐーっと伸ばしていきます。ある程度腰の筋肉が伸びたら、両膝を左右に小さく倒しながら、 背中をほぐしていきましょう。呼吸は自然です。背中の筋肉をほぐしていきます。真ん中で動きを止めて腕と足を下ろしていきましょう。頭からお尻までがまっすぐ。 腕を下げますが手のひらを上に向けて腰が浮きすぎないように両足を丁寧に伸ばしていきます両足のつま先は自然と外に倒れて脱力優しく目を閉じ体全体の力を抜いていきましょう特にお尻の力を抜く肩の力を抜く 顎と眉間の間を緩めていきます。鼻の呼吸に意識を向けていきましょう。 それでは、少しずつ意識、外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く、握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて、一呼吸です。 次の水域で両手頭の上気持ちよく伸びましょう。目いっぱい伸びる。はい、手脱力。意外とね、伸びるっていう時間ってないと思うので、あと2つ伸びをしていきましょう。息を吸いながら両手頭の上気持ちよく伸びます。目いっぱい伸びる。はい、手脱力。ふー 最後もう一つ行きましょう。水気で両手頭の上気持ちよく伸びまーす。目いっぱい伸びる。はい、手脱力。それでは両膝を曲げて、体の向きを右側に倒して横向きにします。 体を支えて上体ゆっくりと起こしていきましょう起きれたらあぐらの姿勢で座っていきます膝をなるべく外に広げて土台を大きく上半身は安定させましょう両手は膝の上優しく目を閉じ姿勢を整えていきましょう 次に呼吸を整えていきます。それでは、両手胸の真ん中に合わせて合唱です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。 内容としてはとってもシンプルな動きですけれども、シンプルな動きってごまかしが効きません。なのですごく難しい。逆に複雑な動きというのはごまかしが効きます。なんとなくそれなりに動いていれば、なんとなくそれなりにね、できているのかなって勘違いしてしまう時もあるし、スピードがある程度速くなってしまうと、 意識を向けていくっていう時間が少なくなるので、結局、すごくやりきった感はあるけれども、お家に帰って、こう、何をやったかなって考えた時に、うん、何したんだろうみたいな、忘れてしまっている場合もあります。そのぐらい私たちは体の感覚にすごく鈍感ですし、何をやったかっていうのはね、 なかなか覚えてたりとかはしないんですよね。体を動かしたっていう感覚とかやりきった感は残っていても細かく何をどうしたかっていうのを記憶してたりはしてないはずです。なのでこうやってシンプルな動きで、動きですけれどもゆっくり一つ一つの動作を確認しながら動かしていく。体の感覚に意識を向けながら動かしていくっていう時間はすごく貴重だと思います。 そのぐらい私たちは自分の体の感覚や呼吸にすごく鈍感になっていて、どういう感覚を持って動いているのか、どういうふうに呼吸をしているのかが分かっていないっていうのが正直なところだと思います。それがいいとか悪いとかではなくて、毎日ものすごいスピードで世の中がね、 世の中の時間がさーって過ぎていくので、なかなか呼吸を感じていたり、体の感覚に意識を向けていく時間っていうのがないということが一つあると思います。なので、自分と二人きりになる時間を作って、一つ一つの動作を確認しながら、一つ一つの感覚を感じながら、呼吸に意識を向けながら実践していくのもいいのではないかなと思います。よかったらぜひ参考にしてみてください。 それでは皆さんこの後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステ